はい、チームテロスの皆さん、こんにちは、トシです。いつもありがとうございます。この間ちょっと SNS でねあった話題なんだけども、アーティストさんが演奏中ね、お客さんの方が話をしてしまうというね、センシティブな問題なんだけど、まあそこでね、一応その語られてたのは、まあ例えばさ、携帯を見てしまうとかね、演奏中にね、お客さんがとか、下向いて本読んじゃうとか、まあ暗いから本読めないかもしれないけどとかさ、そう、あとは、ね、出てっちゃうとかね、これはさ仕方ないんじゃんって話なのよ。まあそれはアーティストさんの問題というか、アーティストさんのなんだ、そのお客さんがそれに興味ないからって話だよね。ここってしょうがないよね。これはね、しょうがないの。だけど話をしだすっていうのも、まあ話をしだすっていうのも、そりゃステージに夢中だったら 話はしないわけで、お客さん同士でね、そうなんだけれども、ここは一つまたちょっと違ってくると思うのよ。僕もこれはね、そのマナー違反だとは思いますよ。で、もっと大げさに言っちゃうと、映画館とライブは違うけどさ、でも映画館でみんなお話ししないよね。映画見に来てるんだからね、ね、友達とね、いやこの間飲みってさ面白くてさって話はしないよね映画見てるんだからね。でそれはしてもいいけど、他のお客さんに全く耳聞こえないんだったらしてもいいけどって話だよね。でもそれって不可能ですよね、なかなかね。ひそひそ話するんだったらまだしもね。でライブハウスだとやっぱり音楽が鳴ってるわけだから、相当な大きい声で話さないとダメなわけだよね。聞こえないじゃん。で会話が成り立たないでしょ。だからそうなってくると、相当な大きい声でお話をするわけだ。でそうなってくると、他のお客さんにの耳に入ってくるわけだよね、当然ね。でハードロックとかさ、やっぱりものすごいね、大きな音の時はまず話ってことはできないけど、フロアでね、音が大きいから、それは無理だ。もう耳元に、ね、口をあれして話さなきゃ無理で、他のお客さんにも聞こえないでしょ。そこはそうなんだけども、アコースティックだったりとか、あともうちょっとその静かなね、歌物とかっていう場合っていうのは、まあまあ聞こえちゃうね、大きな声で喋ればね。だそれがね、そのまあ良くないと僕も思うんだよね。そうなんですよ。それでうちもめったにないけど、本当にどうしてもね、時は行ったりもするんだけど、でもね、そのうちはね、ちょっと一応2パターンあって、まあお店側がこれをね、言うべきなのか言わないべきなのかもまた難しいとは思いますよ、そりゃ。なんだけど、僕は例えば貸し切りライブってありまして、貸し切りライブっていうのはもうその代表者がね、バンド集めるんで、これで貸し切りでね、時間でやりますっていうやつね、その時は僕言わないんですよ。っていうのも、それはもうみんな仲間内のバンドっていう可能性も高いし、その代表者がやっぱりそこは仕切るべきなので、代表者がダメって言えばダメだし、代表者が OK って言えば OK っていう話、僕は口出さない。お店側は口出す問題じゃないなって思ってるんで、そこはねやらないのね、言わないのね。だけどお店主体っていうのイベントってたまにあるんですよね。でそうなってくると、やっぱりそこはお店側が仕切ってあげないといけないので、うちのルールに従ってねっていう話になるので、そういう時はめったにないけど、そんなことはないけれども、ちょっと違うなと思ったら言わなきゃいけないんだろうなって思ってますね。そうそう、でこれ難しい問題だよね、なかなか。でまあさ、本当にもう一言も喋らず、もう前見てなさいなんてね、そんなのもまた良くないしね。でステージ上のアーティストとコミュニケーションも取ったっていいわけでね、声援したりいろいろやってもいいわけでいいんだけど、まあ、僕としてはそのさっき言ったみたいに全く関係ない話をそこで盛り上がってしまうっていうのもたまにあるんですよ。友達同士ね、会ってね、久しぶりに会ってね、盛り上がっちゃうっていうお話が楽しくてね、演奏じゃないや、ステージそっちのけでね、お話が盛り上がっちゃうっていうね、まあまあありますよね、わかりますよね。だからそういう場合はさ、っていうかそれはさ、どう考えたって、あ、今ちょっとみんな聞いてるお客さんいるからな、ここにこう喋っちゃダメだなって思ってほしいよね。あるいはちょっとごめんなさい落としちゃった、一旦外出るとかね。そう、うちはね、一旦外出てもいいことにしてるんですよ。っていうのもやっぱり暑いとか、例えばね、部屋の中が、ライブハウスの中がすごく暑いとかね、なんかあったりとか、
あると空気が薄いとかさあると悪いから出てもいいよって自由にしてるんですよ。チケットも あってもなくてももう自由にしてるんですよ一応ね。でそこで嘘つく人もいないしさ、あんまりさ一番初めに来たのに私はさっき入ってましたって嘘ついて入ってくる人もあんまりいないのでね、いたとしてもドリンク代損するぐらいだからさ、まあまあまあそこはまあ仕方ないから出入りでいいですようにしてるわけよ。だからね、出て話せば存分に話せばいいんだけども、うん、ね、でも そうはね、そういう時ね、難しい、これは難しい問題ないし、アーティスト側の問題じゃんって言えば、そのアーティストがつまんないからそうなっちゃうんだろうって言われれば、もうそれもその通りかもしれない、グーの音も出ないよねっていう話だけど、だけどさ、やっぱりさ、やっぱり映画館と同じかなっていう、公共の場かなっていう気がするので、うん、僕はあれだなって思いますよね。そこは僕だったら他のライブハウス行ったら一応ね、そのもちろん話もしないしちゃんと前見て見えるんだけど、まあ、つまんない時でそれはさ、まあ、なくもないよねきっとね。でもそういう時もね、やっぱりステージからさ見えるからあんまり携帯いじらないようにもうねするよまあそれはどっちでもいいけどさ、それどっちでもいいんだけど、せめてね、その下見て携帯いじっちゃうのはもうしょうがないと思うよ、それはね。だけど結局話しちゃうと他のお客さんがそのアーティストを見て聞いてるからね、一生懸命ね、その人の邪魔になるからね、アーティストの邪魔っていうよりもね。そうで、アーティストさんもまたこれね、政治上からねちょっとね聞いてくださいっていうことも言いづらいよね。それはもうほら他のバンドさん のお客さんかもしれないし、これも言いづらいよね。だから難しいんですよここはね、とってもね。そうだと思うんだよね。だからファミレスじゃないからね、ファミレスってのはさ話してももちろんいいわけで、で話そうが何しようがご飯は美味しいわけじゃんね、まずくならないんだけど、でも音楽って音楽だから話し声がバーってなっちゃってかぶってきちゃったら音楽が美味しくなくなっちゃうんですよね。でテーブルの上だけどね、会話になるじゃないですかね、もう当然ねファミレスはね。だけどその音楽が鳴ってるからテーブルだけの会話にならないんですよね、友達だけとの会話にならないのよね。結局ものすごい大きな声で話さないと音楽が鳴ってるわけだから聞こえないからね、うん、だからやっぱりそうなってくると単純に周りの迷惑になるっていう、ただそれだけなんだけど、まあ、それがねなかなかこう難しい問題だけど、うん、お店側がどこまで行っているのかもちょっとね難しいんだけど、でもまあ自分とかうちがね、お店側が用意したようなイベントの時は僕が責任持って言う考えるようにしてますね。そうでも貸し切りの時はもうほっといてますけどそう、まあ、そんなね今日はねお話ですね。はい、また聞いてください、ありがとうございます。